どうも。先日後輩と麻雀をしていたらですね、尾形さんってイケメンですよね、馬界ではと言われたものです。ということでですね、今回は、ソックスに新兵器が導入されましたので、その実践動画をお伝えしていきたいなと思います。そのバットはですね、リマリニの K ポイントと言います。ちょっと変わった形をした複合バットですね。リマリニというブランドが開発したバットになります。リマリニとは1989年ソフトボール選手だったレイ・リマリニが小柄な選手でも飛距離が飛ばせる高性能バットを生産するため、アメリカオレゴン州のガレージで創業したブランドということでございまして、この今回ご紹介するバットが特殊な形状をしているというのも頷ける気がしますね。ちなみにディマリニは、2000年にウィルソンに吸収合併されているということです。さあ、商品の紹介を見てみましょう。素材はポリウレタンとジュラルミンの複合型、強度と多感の良さを兼ね備えた超ジュラルミン、柔らかくバットに吸い付くような多感が特徴ということですね。重心のバランスはトップバランス、エンドキャップのへこみで振り抜きやすくしているということで、個人的には確かに振り抜いた感じは良いように思いました。さらにハーフ&ハーフテクノロジーを採用、コンポジットバットで効果的にパワーを伝達することが可能ということです。そのお値段はなんと22,800円から49,500円、随分価格帯が広いですが、監督が自費で購入されたということで、早速試合で試してみたいと思います。試合は9月の11日の練習試合、お相手はおそらく初対戦の五郎さんですね。はい、では1回の裏の攻撃から振り返っていきます。1番は小野選手、 K ポイントを使っています。これは少し打ち上げてしまいました。レフトフライです。2番は私、これがレフト線に抜けました。 K ポイント初のヒットです。打感が気持ちいいなと思いましたね。さあ、3番の今井選手、長打コースになります。これで K ポイント2本目のヒットが3ベースになります。幸先よく1点先制。高めのボールをコンパクトに振り向いてボールがよく飛びましたね。ナイスバッティングです。さあ、ランナーを3塁に置いて4番は豊島選手、これは打ち上げてしまいました。これで2アウト。5番は遠藤選手、残念ながらこれがショートゴロ。しかしこの回幸先よく1点を先制しています。 K ポイントからも2本のヒット。2回の表の守り、ワンアウトでフォアボールのランナーを1人置いています。ピッチャーは池上投手。さあ、完全に打ち取ったリアクションですが、レフト前に落ちます。これでワンアウト1、2塁のピンチとなります。ナイスボールですね。これで2アウトです。2アウト1、2塁でこのボール、これもナイスボールでした。ピンチを三振2つで切り抜けます。さあ、その裏の
攻撃になります。バッターは斉藤選手。うわ、これは相手ショートのところが良かったですね。8番は吉田選手、これも打ち取られてしまいました。3回表の守り、ボールのデッドボールを与えてしまい、ノーアウトランナー1塁となります。さあゲッツーコースですが、うまく噛み合わずアウトは1つ。次のバッターはフォアボールで、ワンアウトランナー1、2塁のピンチとなります。ここは抑えたいところ。さあこれもショート当たりのように見えましたが、ボールがこぼれてワンアウト満塁のピンチとなります。ここで3番バッターの方、センター方向に打球が飛びます。犠牲フライには十分となり、これで同点となります。さあまだ満塁のピンチが続きますが、際どいコース決まり、ピンチを切り抜けます。その裏の攻撃ですね。バッターは先ほどピンチをしのいだ池上選手。これは面白いところに上がりましたが、ファーストフライとなってしまいました。さあ続いて福本監督、見ながらバットに当たりませんでした。さあ打順変えて根本選手、ケンポイントやめてますね。これはうまい、センター方向へのヒットになりました。これで2アウト1、2塁となります。ここでバッターは私、ひどいですね。これで3アウトチェンジ。あ、4回裏の攻撃になります。バッターは今井選手。さあこれはいい当たり、フェンス近くまで飛びましたけれども、残念ながらライトフライ。いい当たり、これは長打になりそう。でもこれはレガシーなんですね。スリーベースとなり、ワンアウト三塁のチャンスとなります。ここでバッターは遠藤選手。痛烈な当たり、これがレフト前へ抜けるヒットとなります。これで1点勝ち越しとなります。インコースを思いっきり引っ張って、ナイスバッティングでしたね。でもこれバットが K ポイントではないので、参考記録としたいと思います。さあチャンスは続いて、バッターは豊島選手。さあ面白い当たり、これがライト前に落ちます。二塁ランナーが帰ってきて追加点ですね。変化球ですかね、ヘッドを残してよく食らいつきましたね。残念ながらこれも K ポイントではないので、参考記録にしたいと思います。さあ5回裏の攻撃になります。さあそろそろヒットを打ちたい福本監督。これはどうだ。この日の K ポイントは12打数2安打の打率1割6分6厘ということで、検証は失敗となりました。次の試合に期待しましょう。さあ試合は最終回の守りになります。
先発の池上投手、ここまで好投を続けています。これがやや逸れてしまい、ノーアウトでランナーを出してしまいます。その後パスボールが続き、ノーアウト三塁のピンチとなってしまいます。ここは抑えたい。ここでコースが決まりまして、この日6つ目の三振。続くバッターの方、追い込んでからかなり粘られますが、最後はこのボール、素晴らしいボールですね。これで7個目の三振。さあ、2アウト3塁となります。いい当たりですが、ライトの遠藤選手、ナイスキャッチ。これで試合終了。3対1、ナイスゲームで勝ちとなりました。特に先発の池上投手、7回1失点7奪三振の好投。ランナーを置いてからも落ち着いたピッチングを見せてくれましたね。五郎様、ご対戦ありがとうございました。それではこの辺でお別れしたいと思います。